ヨハン・クリストフ・ペツは、ドイツの作曲家、ミュンヘン出身。1676年から聖ペテロ教会の聖歌隊に所属していた。1688年、バイエルン選定校、マクシミリアン・エマヌエルの宮廷で働き、ローマでアルカンジェロ・コレッリに学ぶ機会を与えられた。1694年からケルン選定校、ヨーゼフ・クレメンス・フォン・バイエルンのボンの、 礼拝堂楽団で働き、翌年にカペルマイスターに就任した。1701年にミュンヘンに戻り、宮廷礼拝堂で5年間活動した。1706年からビュルテンベルク校、エーバーハルトルートビヒの上級、カペルマイスターに就任した。彼の在任中に、宮廷礼拝堂楽団は大幅に規模を拡大した。現職のママシュトゥットガルトで死去した。 多くの同時大臣と同様、フランスの影響を受け、ジャンバティスト・リュリの模倣者の一人であった。今日では、ほとんど忘れられているが、1730年に、ゲオルク・フィリップ・テレマンが書いた詩では、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルと並び称されている。オーウェンズ・サマンサ、プロフェッショナル・ウィメン・ミュージシャンズ・イン・アーリー・エイティーンズ、センチュリー・ベルタンベク、ミュージック・アンド・レターズ20182、 32,50, ページ32ありがとうございます。